今回の Z はピアノの先輩と言えるかな、うん、そんな楽器チェンバロなんですね。すごく素敵な音色なんですが、このチェンバロの日本で唯一のメーカーが音楽の町浜松にあるんです。その独特の音色が注目されているんです。先月浜松市で開かれたコンサートです。チェンバロは17世紀から18世紀に活躍した古典楽器です。貴族が楽しんだきらびやかな音色です。皆さん聞き入ってますね、うん、ピアノとかオルガンとかなんかやるとちょっとまた違った感じですごく染みました。か細いことなんだけどすごく繊細で綺麗で素敵な演奏会だと。なかなかこれだけ の,、ね、あの人が来てくれるってことは想像してなかったので。浜松でチェンバロを生産している会社の社長です。その時バッハが作曲した曲をその当時のままの楽器で演奏するっていうそういうのをやっぱりみんな望むようになった。浜松市東区の三層楽器製作所です。一言で言うとどんな楽器なんですか？やっぱりピアノができる以前の鍵盤楽器になります。ピアノは弦を叩いて音を出すんですけど、チェンバロの場合はギターのように弦を引っかいて音を出す。岩上さん、はい、欲しいなと思った人買うとしたら、はい、ざっくりおいくら用意すればいいですか？まあ400万ほど。400万ほど。400万、はい、なかなかしますね。いやお買い得品だと思う。お買い得お買い得というのには訳があります。これ何ですか？これはもともとのこういう博物館にあったものを、うん、調査してこういう図面に起こした、はい、海外から取り寄せたチェンバロの図面を要するにちょっとアレンジするためにこれ現物大で書き直すわけ。だから現代に合うように設計変更しなきゃいけないって。当時のチェンバロの音域が狭かったので鍵盤を増やして音域を広げました。ここから形にするのも岩上社長です。国内で数人と言われるチェンバロ職人で現代の名工にも選ばれました。1000点以上あるパーツまで全て手で作ります。完成までに3ヶ月を要しました。チェンバロにはいくつかの種類がありますが、注目は鍵盤が2段のチェンバロです。奏者の手の動きをよく見ていると、鍵盤をスライドさせました。すると下の段と上の段が連動して音を奏で華やかさが増します。常に新しいものを作ってるっていう感覚なんだけど、前よりいいもの、前よりいいものって、それが大体作ってる人のまあ感覚だと思うんだけどね。職人が目指す古くて新しい音色が浜松に響きます。